私が皆さんに会の始まる前にですね、来月号のエッセイをぜひ、読んで参加してくださいよというふうに言って渡ししてくださいと言って渡したと思います。やっぱりこの最初の原点がこのボタンの掛け違いが始まるとどんどん間違っている。それがこの中作林の爆殺がその日本の監督がやったことだと思わされたことにあるということでしてですね、そのあたりのことを何したドミトリー・プロホロフ氏との対談のことを2009年にした対談を載せてあります。でもう一つは全く矛盾することを中国や韓国が言っていても、それは広く伝わっているのはアメリカがそれを否定しないことにあって、それはアメリカが原爆を投下した自爆に今だとらわれているから否定できないんだと。いい国日本に原爆としたら自分が悪い国になっちゃうけど、悪い国だったからこそ原爆として民主主義のいい国にしたんだという立て付けを作るためにですね、そういうことになったとするならばですね、やっぱり20万30万人の非常に、ね、向こうの民を原爆によって殺しまったけども、しかしもしそれをやらなかったとしたら、そのまま世界石化の第三次世界大戦に入ってですね、1000万人を超える人が戦死傷する、その熱戦を冷戦に変えたということを認めてあげることによってですね、真の日米友好関係を築いていかないとですね、この問題いつまでも続けられるということでですね、私はそのあたりの論点を整理してですね、対米交渉といいますか、アメリカにこのどういうかね、そういう歴史認識をまずアメリカから変えさすということでしないとですね、アメリカがそう言い張っている限り中国も韓国もなかなかこう変えてこないというふうに思うことをちらっと書きました。この14日から8月のですね、お盆休みを利用して私はインド行ってまいりましてですね、インドでは観光大臣とか交通大臣とかですね、それからキングメーカーと言われて総理を作る男とモディ氏を指名し作ったというその副首相、元副首相ともお会いしたりですね、かなり富豪の国会議員が開催するパーティーにも参加したりですね、また映画の監督プロデューサー女優さんとかですね、30人ですかね、こう集めてですね、いろいろ中国がですね、非常に事実に反するような日本軍がひどいことをしたという映画を毎日のように年間何百本も作ってですね、そこにエキストラで日本の人が日本兵の役で出てですね、とんでもないことをずっとそういうのは上映しています。それに引っかかりですね、本当はこうしたんだよということが事実に基づくですね、映画をインドはどんどん作って発信してほしいという話もその場でさせてもらいました。世界最大のですね、親日国家と言ってもいい、また世界最大の英語圏国家というかね、英語を介する国と言ってもいいインドとですね、日本は連携しながらですね、今東シナ海、南シナ海で海洋覇権をめぐって中国がどんどんと成長して、勢力を拡大しようとしています。かつて冷戦下においてですね、ヨーロッパでは NATO ということで、ね、北大西洋条約機構とかありましたがですね、日本も親日国であるですね、インドとか例えば台湾でとかですね、オーストラリアとかアメリカと連携するですね、そういう機構、安全保障機構を作ってですね、対決しないと。アメリカは毎年5兆円ずつ日本の軍事費に相当するだけの軍縮を今後も続けていくと、もうすでに3年ですかこうやってます。この後も続けていくならばですね、もうすでに中国がどんどん軍事費増強する中で、アメリカがアジアからも撤退しようとしてガムへ戻ろうとか、いろんな動きとかもあります。そういう中ではですね、力の空白期が生まれて戦争を融和することになりやしないかということからですね、集団的自衛権を認めることも多分その力の空白期を埋めるために必要と考えてですね、安倍総理がそういうことを推進したのではなかろうかと思いますがですね、それだけでも不十分でしてですね、まあアメリカと日本の日米安保という2カ国同盟だけじゃなくてですね、集団的な安全保障体制をこのエリアに作ることも
必要になってきたのではないかなと思って、この最後のエッセイのところにそれを書きました。ぜひお読みいただきですね、日本がこの先どうあるべきかということも含めてですね、まず原点を正すといいますか、歴史検証をせよと。先日行われた東京の小英育の会議を受けてですね、国会議員がですね、歴史検証委員会を作ってですね、本当はどうだったのかという歴史を、例えばこの張作霖爆殺事件だけでもですね、それに絞って真実を求めるということをすることにつけてですね、批判はできないと。本当はどうだったのかということを調べたいんで、あっちが悪いこっちが悪いと言い張ってるわけではないんだよということでですね、批判を封じながらも、今まだ70年ですから、いくらか今日の大野さんのような方も残っていらっしゃるわけだけども、もうあと10年も20年もすればですね、そんな人が一人もいなくなってしまうとですね、かえってですね、その検証も難しいという意味ではですね、最後のチャンスとして歴史検証委員会を国会に作ってですね、まずはこの張作霖の爆殺の真実を探れという話を、先週どうでしたか、東京における小英育の最後に私は話しました。まあ今回の関西小英育でもですね、ぜひ座ってほしいなと思って、私は今日始まる前にぜひ読んでいてくださいよと渡したんで、読み切れてない人は帰って読んでください。以上であります。